犬に重傷を負わされながらも崩壊する海軍本部から配下の海賊たちを逃がすため、白ひげは戦い続ける。だがそこに誰もが予想しなかった男たちが来襲した。サッチも死んだが、エースも死んだな、おやじ。トーク調子に笑って、うわっ、なるほど、うわっ、うわっ、てめえ覚悟しやがれ。トーク笑って、俺はあんたを心より尊敬し、憧れてたが、あんたは老いた。処刑されゆく部下一人救えねえほどにな。あがろとじゃ俺は殺さずに置いてやったのによ。俺の前では能力は全て無駄。ゼハハハ、ここまでか。能力を封じられてなお白ひげは黒ひげを下そうとした。しかし、この怪物が死に損ないのくせに黙って死にやがらねえ。しまえ！黒ひげ海賊団一味の総攻撃を受け、白ひげはついに致命傷を負う。白ひげシス。おかしいぜ、海賊が財宝に興味ねえなんてよ。お前一体何が欲しいんだ、ニューゲート。ガキの頃から欲しかったものがある。おお、あるのか、教えてみろ。家族。おめえたちには全てをもらった。感謝している。さらばだ息子たち。